はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は皆さんに見てほしいものがあるので動画を回しております。クジンの、ケスケ実況のケスケです。ポンということでね、先日のクラン対戦でフィリピンクランに当たりまして、で、まあ夏のアップデート、6月のアップデート、直後の対戦だったんですけれどもね、びっくりしたのが、突撃艦に新レベルのボーラーを入れたクローンをやられたんですよ。で、これさ、突撃艦、ま、仕様変わったりしたじゃないですか。援軍が早く出てくるようになったりとかして、仕様変わったりとかがあって、初めての対戦でいきなりやられたんですよ。で、それ、新レベルのボーラー入れる意味、あんのかなっていう、スパーチャとボーラー混ぜてるんですよ。ボーラー混ぜる意味、あんのかな、どうなんだろうって思ったんで、今日はですね、視聴者様の皆さんに、リプレイをね、実際に見てもらって、どういう意味なのか、自分もね、ちょっとね、よくわかんないんで、わかる人いたらね、ほんとコメントで教えてほしいなって思ったね、今回ね、動画をね、回しております。はい、ということで、高評価動画ほぼ毎日投稿しておりますね。まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間見たに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、あとチャレンジのご利益を動画にしておりますんで、最新情報一躍ゲットした方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、突撃艦の新レベルボーラー、そちらね、皆さんにお見せして、レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、それでね、見ていきましょう。クラメンがね、まあ、こういった感じで、突撃艦、スパーチで美味しくいただきそうな配置をね、していたんですよ。で、まあ、突撃艦の、スパーチャでもいいんじゃないかなと思うんですけど、ボーラー混ぜる意味何なんですかね。まあ、とりあえず、今回の6月のアップデートで新レベルクローン出て42枠、までね、クローンできるようになったんですよ。なので、これね、クローン一発で、ボーラー7体ね、クローンできるんですよ。なんでこれ2発撃ったんで、ボーラー14体クローンしているっていう感じですね。で、こうやって火力を補強してってあげて、はい。こんな感じでバカすかね、中心部分削っていくんですけど、スパーチャでも良くないみたいな感じで思いません？スパーチャでも良くないってちょっと思うんですけど、どうなの？火力が上がって、こう、ヒーローをね、倒すスピードが上がるとか、そういうことなのかな？はい。こんな感じで中心部分、えぐっていきました。これどう思います？皆さん。俺ね、ほんと、スパーチャで良くないって思ったんですよ。ボーラー混ぜる必要あるのかなって、ちょっと思ったりして、やっぱりスパーチャっていいところが、まあ、射程が長いんで移動しないじゃないですか。なんで、インビジで隠しやすいっていうのと、まあ、で、ボーラーはさ、射程短いっていうか、まあ、スパーチャほど、スパーチャ、射程長くないんで、まあ、スパビーズみたいにこっちこっちが移動したりとかして、やられやすかったりすると思うんですよね。そういったところがあるんで、これ混ぜる必要あんのかなっていう感じですよね。まあ、ほんと考えられるのが、まあ、火力を補強してって、まあ、付近の、HP 高い施設を速攻で壊してもらうぐらいな感じですからね、メリットとしては。それが本当わかんなくて、何回見てもどういった意図なんだろうって思ってるんですよね。で、しかもリプレイね、これだけじゃないですよね。もう一本ね、リプレイありますね。そっちの方もね、後ほどお見せいたします。はい、こんな感じでね、あとはドラゴンをぐるっと回していくだけ。やっぱり新レベルのドラゴン出てから、本当ドラゴン編成、強くなりましたね。これめちゃくちゃ強いなって思いました、見てて。あと、色もかっこいい。はい、こんな感じでぐるっとね、全開取られてしまうっていう感じですね。なので、突撃艦スパーチャー、突撃艦がさ、援軍出てくるスピード速くなって、トラップに引っかかりやすくなって、で、全滅しやすくなったじゃないですか、6月のアップデートで。なんですけども、やっぱりなんかこう、油断してると、まだまだやられるなっていう気はしますね。はい、こんな感じで、ね、全開取られましたね。ちょっとね、もう一本のリプレイの方、見ていきましょうか。そっちの方もね、これ、ボーラー混ぜる意味あんのかって本当思いますんで、ご覧ください。はい、そのリプレイがこちらですね。見ていきましょうか。これも、確かこっち方向、あ、ここ、そうです。ここら辺に、落とされます。これ怖くねえわ。トラップ、結構トラップありそうな価格ですけどね。で、ここでね、まあ、突撃が落とすわけですよ。で、援軍出てくるスピード速くなってね、早めにね、インビチかけるわけですよ。で、0時間の、はい、ボーラー、新レベルボーラー。新レベルボーラー出てきました。で、これ、はい、インビジタワーが発動しちゃって、ボーラーすぐ、はい、出てしまいます。ね、これちょっとね。思いません？これ、ボーラーとさ、やっぱ、なんか相性悪いっていうか、ちょっとむずいっすよね、これ。これさ、
これ全部スパーチャだったらもうちょいいけてましたよ、これ。どうなんでしょうね、これ。ほんとわかんない。さっきのリプレイはまだなんかわかるんですけど、このリプレイは、ちょっと、全部スパーチャより、ね、仕事してる感がすごい少なくないですか？どういう意図なんだろうな。本当に。あと、そう、スパーチャってさ、突撃が落としたところにインビジかけるんじゃないですか、スパーチャって。突撃がスパーチャって。で、インビジで隠れちゃってる施設も、スパーチャの貫通ダメージ壊してくれたりとかっていうメリットあるんですよ。それでボーラーだとタゲ取らないように壊してくれなかったりとか、あるんで、そこら辺のメリットとか、と考えるとさ、ボーラーね、これ2体混ぜてるんですけど、ボーラーいるのかな、本当に。か、もしくは数増やし、なんだろうね。だから、これもうちょい、これイーグル砲までワンチャン来てたと思うんですよね。スパーチャだったら。スパーチャだけだったら。なんですけど、ボーラー混ぜる意味何なんだろうっていう感じ。ですね。ほんと、やってるね、フィリピンの方々なりのロジックが多分あって、やってるんだと思うんですよね。なんとなくで入れてるはずがないんで、どういうことなんだろうっていう感じ。で、そしてドラゴンパート始まった。はい。こんな感じで呪文全部使い切ってしまっててもドラゴンパートね、伸びきっていくよねっていう感じ。で、そうですね。やっぱスパーチャにしといた方が絶対こっちの新レベルのイグル砲も壊せたと思うんですけどね。だって、序盤さ、これ、今回ボーラーパートほぼ無駄死にしてたじゃないですか。インビジタワーでタウン隠されて、なんか移動してきて、インビジの枠から外れて死ぬみたいな、ことあったじゃないですか。どうなんでしょうね。本当にわかんない。なんだろう。理由がさっき言った数増やして火力増やすぐらいしか見当たらないんで、よかったら、コメント欄で教えてください。わかった方いらっしゃったら。はい。なので、ちょっとね、自分でフレチャルの方でね、破壊率ね、じゃあ、すげえ変わるのかなと思って、ね、検証してみました。はい。まずはですね、スーパーアーチャー4体のウォールブレイカー1体で、で、インビジクローンレイジをね、やってみました。そうですね、さっきの方々は、スパーチャー、4体じゃなくて、3体にして、で、スパーチャー1体分をボーラー2体に変えて、で、クローンで増やすみたいなやり方やられてたんで、まあ、ボーラー2体分の枠をね、まずスパーチャーに変えて、スパーチャー4体でやってみました。で、破壊率の方、見ていきましょう。さあ、ここから落としていく。で、援軍出るスピード早まったんで、もう速攻でインビジかけないとやられてしまいます。はい。なので、やられてしまうんで、速攻でインビジかけていきます。で、これでクローンで増やしていくと、はい、火力やっぱ出ますよね。で、やっぱ、射程がない、長いんで、はい、はい、全然移動しません。全然移動しません。ここでようやく移動し始めたね。で、これちょっと、こっちのインビジちょかけられなかったんですけど、はい、これでやっていけば、破壊率もだいぶ伸びて、射程がない、長いんで、ボーラーでは届かないような奥のエリターまで壊していきましたからね。はい、こんだけ伸びんのよ。で、これで、最後、ウィズトを壊して36%、だいぶ、パーセンテージ伸ばしましたね。相当ぶっ壊しましたよ。なのでこれ、スパーチャ1体を、ボーラー2体でやってみましたんで、ちょっと見てみましょう。はい。では、ボーラー2体混ぜてね、ボーラークローンやってみました。クローン2発なんで、ボーラー14体と合計16体になりますんで、見ていきます。さあ、ここからね、ボーラーをね、入れていくわけですよ。で、イメージ速攻で隠して、はい、0時からの、で、クローン落としてて、ボーラー16体出てきますよと。で、火力が一気に上がって、ドカッと、あ、施設を壊すスピード確かに速いのかもしれないですね。施設壊すスピードは、はい、壊してってもらっていって、あー、施設壊すスピード的なもんは確かに速いのかな。でもやっぱそうですね。はい、こんな感じで、はい、インビジがすぐ出ちゃうんですよね。で、インビジがすぐ出ちゃって、すぐやられるんですよね。でもまあ、パーセンテージはだいぶ伸びましたね、今回。今回伸びてって、34% ぐらいまで伸びたんで、そうですね、スパーチャ4体とは、そこまで変わんないかなっていう印象。ただやっぱり、スパーチャと違って、こっちのエリクサータンクね、さっきスパーチャ壊してたんですけど、やっぱ届いてなかったんで、壊せてなかったりとかっていうのがあるんで、奥の施設を壊すんだったら、やっぱスパーチャだよな、っていうふうに思います。はい。そんな感じで、今回は、フィリピンクランにやられた、突撃艦新レベルボーラークローンですね。こちらね、皆さんにお見せしていきました。いや、本当にね、理由がわからなくて、
何回見てもスパーチャの方がいいんじゃねえかなって本当思ったんで、ちょっと視聴者様の、皆様にねお見せしてボーラーを入れてる理由ですね、考えてもらって、ちょっとぜひコメントでね教えを乞いたいなと思ったんで今回ね動画にいたしました。どうなんだろう、やっぱスパーチャの方が無難にいいと思うんすけどね。はい、ということでこういう風にクラガー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいますと、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、あと友人やクラメンニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。